さあ、前回ですね、デイビッド・アトキンソン氏から話を始めまして、共同体の話に行きましたけど、共同体って要はその、まあ我々人間って一人一人本当弱いんで、それがまあ共同体に属してお互いに助け合うってことしなければ、まず権利は認めてもらえないし、生産性は低いままなんで飢えて死ぬだろうし、あと安全保障に対処できないという、この3つの視点からよくあの国家と共同体説明してるんですけど、これあのコロナ危機になってあの結構ショックを受けたのが、例えばあの10万円の給付について、そのみんながそれが欲しがっていたのかな、するとそういう人たちはくれくれ小じきだっていった言論人がいたりとか、あるいはこれは有名なスポーツ選手だと思うんだけど、全員は救えないから優先順位をつけるべきだって、それってナチスやでってですね、怖いこと言い出す人がいるんだけど、要は共同体って何なのか考えたことないし、その恩恵で自分たちが生きてるってことも自覚がないから、平気でそういうこと言えるんだなってことで、相当壊れてますね日本国は。そうですね、特にネット、自助、共助、公助、それは菅さんです、ね、菅さんの言葉もちょっと刺さりましたね。政治家ってパブリックサーバントなんだから、公助だけ考えてればいいんでしょう、彼らは。自助共助は我々が考える話なんで、それを自分で言っちゃうっていうのは、あの要は自助からやれよってことは、公助やらない、あるいはやりたくないとしか聞こえないんですけど、そういう政治家がそれで批判されないじゃないですか、はい、どうですかこの壊れっぷり。そうですね、あの三橋先生の日頃のそのお話をお聞きしましてね、一つもっと国が関与しなきゃいけないと、うん、国のあるいは計画も大事だってお話されてますよね、はい、これこの通りであって、でこれ全く私社会主義じゃないと思うんです、うん、でちょっとその話からちょっと入りたいんですよ、はい、さっきの話と関連でね、うん、あのちょっと難しくなりますが、はい、経済って昔は封建時代でしたと、はい、で経済が活発に自由になされてなかったと、でそれではそのいかんということで、まあ経済の自由化ね、例えばブルジョアジーという人たちが出てきてですね、はい、いろんな封建的な規制を取っ払ったり、関税を消すとかね、はい、それからあのちょっと古い話、王様たちがね、先制政治やってんのにそれをちょっとストップしてね、産業がや商業を自由にできるようにとかね、そこから始まってって、まあ、ダム・スミスもそうですけど、経済って自由だと、自由で自由な中で契約を してこそね、世の中豊かになると、で個人個人も豊かになると、個人個人が勤勉で豊かになれば社会全体も豊かになる、いい世界ができるっていうのは、これがあの経済の自由、経済の世界観なんですね。主流派経済学は確実にそうですよ、はい、うん、でこれは現在まで、来て突き詰めてるのが新自由主義って言いましてね、はい、何もいらないと、はい、何も制約いらない、あの規制いらないと、法律いらないと、計画いらないっていうのは新自由主義ね、簡単に言いますとね、はい、でもね、それじゃやっぱりめちゃくちゃになるわけで、ね、お分かりだと思いますけど、いろんなルールとか規制は当然必要なんですね。それはやっぱり国ですよ、国の計画だから。例えばアダム・スミスが自由放任というふうに言ったとしてもね、やっぱり国がいろいろ関与しなきゃいけないと、やけ、難しい言葉ですけど、やけ国家じゃダメだということで、あのそういう資本主義をちょっと修正していこうということで、国もちょっとあのなんていうかな、社会福祉にね、手を出したりとかね、はい、それからいろんなルール、独占禁止法もあるしね、そういったものを作っていこうってことで、戦後もかなりこの国っていうのは大きくなってきたんです。で新自由主義者はそれはダメだダメだって今言ってるんですけども、今だから自由っていうのと国の計画規制って話しましたよね、はい、で私ね、これだけじゃダメだと思うんですし、これだけって嘘だと思うんです。自由って契約ですよね、一人一人バラバラで、儲けるやつが儲けりゃいいと、で国の計画ってあるんだけども、もう一つ社会主義の理論で言うと、そこに搾取が生まれちゃうってわけですね。弱いやつがどんどん取られると、強いやつはますます強くなると、ね、搾取。だから社会主義者はその計画の方の完全計画 100% 計画でやらなきゃいけないって 極論に走ってやって、結局ソ連が崩壊してダメだったんですけど、だから自由っていうのと国家の国の計画っていうものだけじゃ私ダメだと思うんです、うん、何が必要かっていうとね、その土台に共同体っていうのがあるべきだと思うんですね、うん、共同体、ね、はい、でちょっとこれを例を挙げて話したいんですが、はい、例えばですね、昔も日本は貧しかったですと、であるそのそうね、ある村のご家庭がありまして、どうしてもそのなんていうかな、将来に志を持ったある若者がね、例えば学業に出たいと、都会に出たいと思ってると、でもお金が必要ですよね、お金ね、なかなかお金がないと、はい、あの稼ぎも足りないと、でもお父さんは日頃お酒をじゃあ我慢してね、飲まずにね、そしてその子供の教育費に貯めようと、でお姉さんはいろんな着物とかね、お化粧ちょっと我慢してね、
で弟のためにね学資を貯めようと、そして貯めたお金あるいは仕送りをしてやって、弟さんはね息子さんは上京として上京して学校を出て、そして自分のなんていうかな希望の仕事をついてバリバリ働くっていうようなストーリーはいっぱいあったわけですな、はい、戦前の日本でね。ありましたね。でこれってちょっとよく見てみるとね、ここに契約関係って全くないんですよ、うん、お父さんと息子さん契約してるわけじゃないし、あ、ね、お姉さんと弟契約してやってるわけじゃない、それから計画もないんですここに、うん、強制してるわけがないですしね、はい、息子さんをその上京して学校出させなきゃいけないっていう法律もあるわけじゃないしね、これって何かと、これ共同体精神だと思うんですね。つまりね、お姉さん弟の気持ちが分かり、で弟はもうお姉さんの気持ちはよく分かるわけですね、うん、でお父さんは息子のその志をよく分かり、でお父さんはお酒我慢してるよってことを息子さんはもうよく分かるわけですね。だから多分当時はね、あの上京して学校で行っても遊びほけてるってことはなかったと思います。学生の方もね一生懸命やられたと思うんですけど、はい、これ共同体の小さな例ね。これがね、あのもっとね、郷土単位もあったし地域単位もあったし、そして国がそうだったと思うんです、はい、でもう一つちょっと大きな方の事例を言いたいんですけども、はい、明治維新、明治の国づくりってすごかったですね。欧米の人もびっくり、うん、なんとあの侍と農民のね、あの日本っていう国がねあっという間に西洋技術を吸収して近代国家になっちゃってね、で 4,50 年で世界一の海軍、世界一かな1位2位の海軍を持っちゃってね、でこの大発展した日本ね、日本の経済大発展したんですけど、これね、あの社会主義者の人たちが見る、左の人が見るとね、これ搾取だって言うんですよ。明治政府がね、はい、高い地代を取ったりね、小作料を地主が取って、それから地主から高い地代を取ったりね、 あるいは労働者を搾取してね、うん、搾取してね、まあ、社会主義運動も明治頃から勃興してるけど、搾取して低賃金で搾取してね、はい、だからね利潤っていうかね、国の富も増して、はい、で軍備も備わってって一等国になってって、これ搾取でねと言ってるんだけど、私根本的に違うと思うんですよ。あの時の日本人の多くの労働者がね、あるいは労働者って国民の人たち、俺たち搾取されてると思ってないと思うな、多くの人たちは搾取じゃないと思うね、いや今日的な価値観で私も考えちゃうから、うん、あの民間の人が自分たちで頑張って、あの南極行ったりとかしてるじゃないですか、そういうで国が全くそこに予算をつけてないとかって話を聞くと、なんか民間任せで、なんか日本ってあんまりお上が力を貸してくれない国なのかなって思っちゃってました。そうだね。あの時のね、多くの日本人の何千万という国民が思ってたことは、はい、多分ね江戸時代までバラバラだったけど明治になって、そして要するに明治天皇、うん、天皇陛下のもと、ね、関氏が何千万って関氏が力を合わせて国を作っていくってことで一体だったと思うんです。だからこの頑張ろうの精神、ね、一つだと、つまり共同体ですよ、共同体、自分が少し苦しくてもね、共同体全体が反映していくことによって、私もあなたもね、より大きくなっていく、豊かになっていく、あるいは他の敵国ね、外国に越していくことができるって共同体意識だったと思うんですね。だからこれはね、私は社会主義の学説も説明絶対できないことですし、うん、と思ってるんですね、うん、でこの日本の戦後の日本の経済発展もそうだと思うんですね。この冠たる共同体意識で、世界でもそんなにないと思うんです、こんなに素晴らしい共同体がね実現してる国は。でこれをぶっ壊したいだと思うんですね、うん、この共同体による日本の経済の成功はけしからん話で、そうじゃなくてバラバラにして、ね、バラバラにしていった、さっき言った完全自由な ねで誰も儲ける、あれも儲けたら、あの若手経営者はバリバリ規制を撤廃してやってるとかね、はい、なんとかってことで、そこには搾取があるわけですよ、ね、就職したけど結婚もできないね、正規社員にもなれない、そういう人がいっぱい若者がいるわけですね。そういう形で儲けたいのがグローバリズム、うん、ね、我々は共同体の日本として経済発展させたい、それこそ幸せだからね、うん、だけどそれは絶対許さないんですよ。あの、ね、この話って実は何百年も続いてる話で、さっきおっしゃったように主流派経済学は完全自由化なんです。市場に任せればいいでしょうと、でお金になるものがいいことなんですよと、それがまあ非常に効用が高いって言うんですけどね、はい、その時にもあのフリードリヒリストっていう人物がもう当初から批判してまして、ということはあれかと、じゃあ豚を飼うやつは効用が高いんだけど、子供を育てたい俺は効用が低いんだなと
そう、子供を育てるのって経済的にどうなのって話じゃないだろうってことをもう批判してたんですね。ちなみに彼はいわゆるその生産所得の考え方を持ってて、さっきおっしゃったようにガチガチに当時のドイツ規制だらけで関税だらけだったから、それ撤廃してドイツだけでも一つの統一関税にしようとかですね、そういうことやったりした人なんだけど、結局主流派経済学との交渉で最後は自殺したんですけど、私の将来だな、だそういうことなんですよね、はい、でおっしゃることよく分かって、要は日本って、まあ、陛下だけ別、それ以外のものは全員万民平等ですよと、うん、平等ですよと、はい、それでその上で例えば明治の話をすると、もともと藩でバラバラだったのをうまくこう共同体意識、日本国としての共同体意識を作り上げたのって実は鉄道なんですよ。鉄道でつながってったから、それまで完全に向こう側の人だったのが同じ国民だって意識が醸成されてったりとか、あと食産工業って形で、これは大隈重信の財政政策経済政策でぐわっと生産力伸びたとかですね。でもちろんあれですよ、当時だって絶対明治時代だって搾取されてると思っている国民はいたでしょう、はい、まあそれはそれはもう少数派の話であって、うん、全体的にはみんなが豊かになるっていうような意識があって、かつそれを政府がサポートしてたんだけど、それがおっしゃる邪魔だから、これ信じられないけど今の日本にはこれからのインフラストラクチャー、日本のインフラストラクチャーをどのように整備していこうかという計画がありません。そうです、こんな国は世界で我が国だけです。そうですね。これだから、だからそれと、まあ、社会主義、それを予測で言うと、それこそ社会主義だって言われるわけ。うん、計画なしでどうやってインフラ整備するんだっても意味不明なんですけどね。君は左翼かって言われない。何それ、全然社会主義じゃないんですよ。違いますよ、ね。だから明治の日本が発展したのも、あるいは戦後の日本の発展ね、昭和の一億総中流っていうのも、はい、これはね日本型の共同体だと思います。その共同体の中で民間のパワーと国家の力のバランスだったんですよね、うん、そう共同体土台があってね、初めてね、そういうこと、土台があって初めて民間と国家ってことだと思うんですね、はい、でねアトキンソンさんの頭にはね共同体っていう発想はまずないと思う。ないでしょうね、ないでしょう、ないし、それから言われてへって思うと、多分ね共同体はって対談で出したらね、アトキンスさんと私してね、へって言います、クエスチョンマークがポンと出ると思うよね。うーん、だけども彼のやってること、あるいは彼の目指してる役割は日本型共同体をぶっ壊すことですよ。もうそれはね、彼は大学時代からインプットされてるはずです。あんまり言い過ぎちゃいけないから、ね、アトキンソンさんの故郷のイギリスでもこの話って問題になってて、はい、アトキンソンまさにおっしゃるように共同体意識ないから、多分どこにでも住めるんでしょう彼は。世界中のそういうのはエニウェア族って言いますね。そうじゃなくて我々はここの国土で生きていくしかないよって人をサムウェア族って言って、その対立になってるというのはイギリスのジャーナリストがもう指摘してるんです、2017年に、はい、そのエニウェア族の典型ですよね。多分竹中さんもそうなんですよ、ね、うん、日本に住む必要性ないから共同体なんか考えないんですよ、うん、なるほど。ノマドって言葉がありますね、ね、ノマド族、うん、ノマド族ね。でアトキンソンはだから分かりにくいのは、美術工芸会社で、はい、あれ自体は伝わってる話だと以降でやってるんですよ、うん、ね、うん、給料を上げて正社員を増やして、ね、会社立て直して、はい、で日本の伝統的なね日光東照宮とかねきっちり直しました。あれ自体はいいことなんだけど、これ言い過ぎたら申し訳ないけども、あれはねだから うまく作ったストーリーだと思いますね。嘘じゃなくてあの通りやったんだろうけど、あれがあるからね日本人はその後のなんていうかなグローバリズム政策をね全部なんていうか受け入れちゃう下地を作ってですね。アトキンソンが言ってるからみたいな感じですね。そう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 。アトキンソンさんの思想信条っていうのは何なんですか？自由主義だと思いますね。もう世界的にそうお金、絶対マネーゲーム飽きてねえだろうって話ですよ。そうか。で共同体的なものを学んだことないし、うん、でも多分知ればね否定できないはずですよ。うん、はい。だからアトキンソンさんとか例えば竹永さんでもね、まあ、新浪さんうぬんとかね、いろんな人たちに共同体はどう思うかって突きつけたらね面白いと思うね。どうコメントするかね否定できないはずだから。あでもパソナの社長の南部さんという方は、うん、オーディション型雇用を目指してる、その時必要な人を集めて必要なくなったら解散するっていう、そのやり方にしますって宣言してました、うん、だからそこに共同体ってないでしょ。ない、終身雇用とかコストってことですよね、人間がね、単なるね、あるいは部品、うん、それとねこの共同体人って実は仏教と関係あるんですね、うん、仏教でね自他不二って言葉があるんですよ。はい、自分の自と他人の他は、はい、不二、つ要するに一つだという意味ね、二つでないって、自他不二とか自他不二って、これ大乗仏教の言葉なんですけど、こういうような素養も日本人に私は染み込んでると思いますね。でとにかくこれを後で話しますけども、次回ですね、はい、でアトキンソンとかね、あれが小物ですからね、後ろにいるパワーね、彼らはねその例えばそういう仏教思想的なものも背景にある共同体思想のことをよく知ってて、それを全部ぶっ壊したいわけですよ。
あのということでですね、日本の話をしてきましたけど、こういうことをやられてるのって実は日本だけではなくて、日本まだマシです、マシだと思う、過去の歴史見る限り、はい、例えばあのスペイン人に侵略された南米の、まあ、例えばインカ帝国なりアステカ帝国の人々っていうのは、まあ、その後何百年とこういう格差で集奪される国家をずっと作らざるを得なくて、今もそうなんですよ、あれ南アフリカなんかもそうですよね、はい、そういうような歴史をたどった国々ばっかりで、その中でまだマシなんですよ日本は。でもなんでこんなことになったのかと。で、私ね、次回はぜひその、まあ、安倍総理が菅総理がというわけではないんですが、同じようにそのいわゆる国際金融資本からのブレーンを受け入れていた政権というと、私はやっぱりこの上踏み丸内閣なんですよ。この上踏み丸なんですね。ということで、そのあたりの背景について歴史的なものを含めてぜひお伺いしたいんですけども、どうですか、さやさん。林塚先生、憧れの林塚先生。憧れの先生に、いやもう本当に本質的なことをおっしゃってくださるんで、これを広めなきゃいけないですね、うん、日本中に。ぜひあのそういうソング作っていただいて。難しいリクエストですけど、はい、頑張ります。だってほら、私も経営者だから分かるけど、経営してる企業にとって自分の利益を最大化するって、こう当たり前じゃないですか、はい、当たり前なんだけど、でもそれは共同体ってものの上にあるんだよっていう、 そこの部分が違うんですよ、彼らと、うんうんうん、だからお互いに痛みが分からなきゃとにかくダメですよ、そもそも、はい、人間社会なんだからね、うん、これね、物だけの社会であればそれは ありますよ、四半期ごとに儲けを最大にしていくって、それが全てってのは分かるけど、人間同士の社会ですからね、はい、ね、一人じゃ生きられないんだしね。でも白人の方たちからしたら、まだ私たちはイエローモンキーみたいな感じなんですかね、そういう人がいるのは確かに、はい、ということで、次回はですね、こういう今の日本が抱えている、特に菅内閣ですね、ちょっと露骨ですけど、あの内閣は菅内閣が抱えているようなおかしな構造改革とかグローバリズムの思想が なぜかそれがどんどん進められてしまう、その背景をちょっと歴史的なところからたどってみたいと思います。林先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、林先生にお越しいただいてるんですが、こちら昨年上司されました日米戦争を策謀したのは誰だということでですね、こちらの本に今日の話というのは結構細かく載ってるので、はい、まあ、細かいのをお知りになりたい方はぜひお買い求めいただければと思うんですけど、あの前回そのまあ共同体というのを否定したい勢力が明らかにいて、まあ、グローバリズムですけども、で、まあ、アトキンソン氏は、まあ、めちゃめちゃ目立ってますけど、まあ、彼はまあ、ある意味先兵ですよね、はい、最前線にやってきてる兵士で、その向こう側の人たちっていうのは多分共同体であったりそういうものを全部理解した上でそれで動いてるって話をしていただきましたけど、いよいよそのもう向こう側の勢力についてそのお話をいただきたいと思うので、はい、ちょっとこちらの図をですね、画面に映しながらご紹介いただきたいと思います、はいはい、ちょっとその前に、はい、あの菅さんが、うん、去年の5月に訪米したという話を前回かな、はい、しましたけども、向こう側の人とあるいは向こう側の代理人と合ってると思うんですね。合ってると。それでおそらく想像ですけどお墨付きをもらったと、次の総理は、はい、ではないかと思われるんですが、というのは歴史は繰り返してまして、うん、さっきあの三橋先生がご紹介いただいたこの本に書いてあるんですけども、これはもう85年前からですね、85年前に近衛文麿が総理大臣になる前に2、3年前ですけども、はい、衆議院議長、あ、失礼、貴族院議長だったんですけども、はい、訪米してるんですね。あ、そうなんですか。近衛文麿がってことですか。そうです、近衛文麿が次期総理の呼び声が高い、近衛文麿がやっぱり訪米してるんです、はい、こちらの書籍に、はい、そうです、はい、その記述がありました。はい、やっぱりあちら側の人と会ってるんですね、うん、国際金融資本の代理人、つまりモルガンという銀行がありましてね、はい、世界大銀行ね、国際金融資本家の銀行ですけど、それのトップのトーマス・ラモントという人と会いに行ってるんですね。でもちろんルーズベルトとか当時の大統領、それからあのハルさんってハルノートのハルさん、ね、はいはい、のとも会ってますけど、それ一番の目的じゃなくて、国際金融資本家と会うのが一番の目的だったんです。なるほど。それ本人も言ってますからね。なるほど。で、会う目的はですね、満州国ってご存知ですね。はいはい、当時日本が建国したね、大陸の国ですけども、はい、これ世界中が日本勝手なことを言ってると反対したんです、うんうん、でこの満州国を日本はどうしても認めてほしいと、ね、これ正義だと、ね、ロシアが南下してくることを日本は食い止めたんだし、あの無秩序で馬族がいっぱい出るところを秩序を正しくしたし、五族共和でね、はい、これを認めてほしいということを、あの
この絵に託して日本の政府も軍部もね、そしてこの絵は訪米したっていう目的もありまして、その目的を達するためにあったのも一番はルーズベルトじゃなくてそのトーマス・ラモント国際金融資本家なんです。つまり満州国を認めてもらうパワーというのは、アメリカ政府よりも政府ではなくて国際金融資本家であるってことも当時もうみんな理解してたんです、日本の政府も軍部も。だからこの絵は訪米して、で満州国認めてくれって言って、それはあのトーマス・ラモントにダメだって言われたんですけども、で結局トーマス・ラモントあるいは国際金融資本家たちとこの絵で私はそこまでつながったと思うんですね。で国際金融資本家、具体的に言うとロックフェラーのね、ロックフェラーって聞いたことありますね。はい、あります。ロックフェラーって当時太平洋問題調査会って言って後で説明しますけども、日本を包囲してね、日本をそれで戦争で敗戦させて、その後占領政策こうやっていくぞってことを研究する太平洋問題調査会というシンクタンクを作ってたんですね。はい、そこで活躍してた日本人がいまして、日本人ですよ、牛場さんって言うんですけど、それをこの秘書としてねスカウトできたんですよ。だからロックフェラーの下で活躍していた、簡単に言うとですよ、日本人をスカウ、この絵はスカウトして一番の秘書にしたんです。まあ、今で言うと竹中平蔵みたいなもんで、そう簡単に言うとだから一緒なんですよ。分かりやすい。でその秘書はずっとこの絵が、その後総理になってね、すぐ総理になって支那事変を泥沼に突っ込ませて、それも共産主義者と国際金融資本家のスタッフと一緒になって突っ込ませて、白洲次郎なんかもそうだけども、はい、突っ込ませて、でその後日米戦争に向かわすわけね、日本側はね。アメリカも仕掛けてきたけど、日本からも日米戦争を向かわせて、それでこの絵文丸昭和20年の12月の16日かな、自殺したと言われてんだけど、私はあの殺されたと思うんですけども、裁判の前日に死んでるんですよね。そう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 、あの巣鴨拘置所に召喚される日の朝ね、はい、死んでるんですけどね、まあ、それは殺されたんだろうってことでこれ詳しく書いてあるんですけど、 その時ね、この絵が死ぬその隣の部屋で様子を伺ってたのがその秘書なんですよ。へ、牛場さんと部から松本さんって人って、詳しく書いてあるんですけどね、はい、松本さんもロックフェラーっていうか太平洋問題研究会の職員みたいなもんでしたよね。松本重治って言いましたね、はい、彼はあの通信社の社長ですけど、はい、太平洋問題調査会とも関係がありました、はい、だからね、一軍の人たちがそのロック、話ずいぶんあの進めちゃいますけど、はい、日本を戦争に陥れた一軍の人たちがそのロックフェラーが作った太平洋問題調査会のメンバーであったり大きく関わりがあったんですね。はい、ちょっと話難しくなっちゃってきてます かもしれませんが、ついてきます。これ一軍の人たちをまとめたんですね、はい、これは分かりやすい、ね、これ前にお見せしたかもしれませんけども、はい、あっちの形成資料の方では、そうですね、コンテンツの方で、はい、この絵文丸をめぐって、この絵内閣とかね、うん、内閣の周りに、風見明っていう官房長官とかね、はい、それから内閣の周辺スタッフで尾崎穂積とかね、朝日新聞の記者ですね、朝日新聞グループですね、はい、その他あの白洲次郎、さっきの牛場さんとか松本さんとか、いろいろね、こういう人たちがこの絵を取り囲んで支那事変を泥沼に落として日米戦争に突っ込ませたんですね。ですから国際金融資本と、さっき言った、はい、あの三沢先生の言ったバックの人たちね、と関係ある人たちが周りにいたと。あのね、菅さんが昨年5月に訪米して金融関係者と会ったっていうのは、まあそれはいいんだけど、なんで名前が出ないのかなっていうのは、そうですね、ちょっと露骨な名前だからじゃないですか。なんとかロスチャイルドとかなんとかロックフェラーとかロックフェラー、もうおそらくね、その代理人ぐらいだと思いますけどね。ご一族は直々には出てこないような気がしますけどね。でもバレちゃうってことですよね、名前出しちゃうとね。まあ、ね、あ確かに。この絵はね、そのモルガーのトーマス・ラモントに会って嬉しくてね、これはありえないことなんだけど、帰ってきて日本の新聞記者に喋っちゃったんですよ。あったと。それでこういう話をしたと。でラモントは何て言ったかというと、モルガンのトップね、国際金融資本家は何て言ったかというと、つまりあのロシアイルドの代理人ね、何て言ったかというと、ルーズベルトやね、ハル国務長官なんて外交できねえんだと、本当はね能力ねえんだって言っちゃったの。ラモントはだからちょっと気を許してコネに言っちゃったんですよ。だからラモントがね、ルーズベルトとかハル国務長が実は外交できないって言ってたっていうことをコネはね喋っちゃったから、弱い帰ってきて、うかつな人ですね。嬉しかったんですよ。だから国際金融資本家に多分会ってね、認められたってことだと思いますよ。なるほど。推測ですけど、これ次期総理固いと思ったんじゃないですかね。という歴史があるので、はい、私は菅さんはもうやっぱりだと、やっぱりだし、この安倍首相が辞めてからね、それで竹中さんとかアトキンスさんが出てきたと、三沢先生詳しくあのご紹介していただける経緯をね、と
当たり前すぎてやっぱりの連続っていうのがあるんですね、うんうん、先生初めて私もこういう、ロックフェラーとか、ロスチャイルド系っていうのを初めてこう改めて系譜をこう先生の本でたどったんですけど、知らない方も中にはいるかもしれないんで、なんかこう分別をちょっとご紹介いただけると嬉しいです。はい、でまずね、知らないってことですけど、私がこれから喋ることは戦前ではかなり知られてました。本もいっぱい出てたし、それから私が喋るより かなり政治に外務省も軍部もからいろんな銀行の調査部門の人も調べてて、いっぱい書籍もあって、でそれは全部文書になってるし、で戦前は週刊誌にもね、その炉の字のつく一族のも記事が出てたりね、四川のおばさんたちって失礼ですけど、井戸端会議でね、あのユダヤのどうしたとか、財閥がどうだとか、スタンダード石油どうだとか、ロックフェラーどうとかっていうこと喋ったんです、日本人は。すごい。だってそれで何とか輸入できなくなってきた原因だし、彼らがね。で石油って全部ロックフェラーの石油だしね。で自分たちの生活苦しくなってるのはそういうものの影響だってみんな知ってたんです。だからみんな喋ってたんです。タブーでも何でもないわけ。で戦後昭和20年8月から一切言論空間から消えたんです。で今も消えてますでしょ、ね、私と三橋さん以外いろんな評論家とか研究者とか言わないですよね。触れない、陰謀論扱いになっちゃってます。そうそうそう、そういうことです、はい、でちょっと入りますけども、これイメージ図です。年表イメージ図ね。で、縦軸が年代です。1800年から始まりまして、ここが19世紀で、これが20世紀で、21世紀までね、現代までこれ示してあります。で横軸が地域ですね。これ欧州ヨーロッパでアメリカで日本で、中国はちょっと複雑なんで中国共産党の始まりから入れてます。で色ですが、青の部分はロスチャイド家の影響力が及んでる地域ということですね。で濃淡つけてます。すごくシンプルな図です。あんまり厳密なところまではちょっと表せてないです。それからオレンジはロックフェラー家ですね、アメリカ中心ですけどの影響力が及んでいる範囲ということで、オレンジ色を着色しているということですね。これ絶対的なものというより相対的なものを表しているということをイメージしてください。でオレンジ色の下にこのブルーが入ってるんですね。つまりロスチャイルドが本丸で、前衛にロックフェラー家がいるというイメージですね。世界戦略上後衛にロスチャイルドで、前衛で、アメリカ中心に暴れ出したのがロックフェラー家と、そういうイメージですね。で、これナポレオン戦争の頃です。大体ナポレオンが出てきて活躍する頃ね、その前あたりからロスチャイルド家っていうのはドイツのフランクフルトで勃興しまして、両替商だったり、ちっちゃな国でドイツいっぱい分かれてたから、いろんな貨幣があったから両替が必要だったんですけど、そともに王侯貴族に貸し付けを行って、それで儲けて莫大な富を蓄積していくんですね。でそこで王様を騙したりとかね、いろんな話があるんですけども、で、一番有名なのはワーテルローの戦い、ナポレオンとイギリスが勝った戦いで、ロシアエド家っていうのはその所在がね、息子たちを世界の主要都市ロンドンとかパリとかナポリとかウィーンとかフランクフルトに散らして、でものすごい情報網を整備したんです。でワーテルローの戦いでナポレオンが負けた、イギリスが勝ったってことをいち早くイギリス政府よりも早く察知して、ロンドンで膨大なイギリス国債をさもイギリスが負けたふりをして売りに出したんです。で膨大な額ですね、日本でも今国債って膨大な金額ですよね、はい、それ全部持ってるの売りに出したの。そうパニックになって、で国債暴落したんだけども、裏ではね別の名義で買い漁ったわけ。でロシアイド系の情報網への2日も遅れて、実は当時は電信もなかったからね、電信も電話もなかったから2日も遅れて、イギリス政府は実はナポレオンが負けてイギリスがウェリントン勝ったんだってことを知ったわけ、はい、当時はそんな程度だったんですよ。で、それが市場に市場に伝わって、でみんなイギリス勝ったのかと、そう逆にだから暴落した国債みんな買い漁って暴騰したわけですね。ね、だから底値で、裏で買って暴落させて、底値で買って暴騰したところで売ったわけだから、これだけでもそのロンドンにいるロシアイドの三男がやったんですけども、今で言えば兆円規模もね儲けたって言われてて、こういうことをヨーロッパ中でやったわけ。
ということなんですね。はい。で、すごいな。この通信網というのは電書バット使ったり当時ですから、それから早船だったり早馬だったりするんですけども、それからでもなんていうかな、馬馬車での郵便はあったんです当時もね、うん、それも買収するとかね、ということで情報を独占して、とにかく情報をもとに、莫大な金を儲けるっていうことをやりだした。非常に頭いいんですね。でそういうようなことをいろいろやってって、莫大な富をてこに、金融だけじゃなくて産業にも乗り出してね、さっきおっしゃられた鉄道ですよ。はい。フランスとかヨーロッパの鉄道は全部ロシア移動系が作ったとか関わったと言われてるしね、そこからあらゆる産業ね目をつけて、で、独占していったわけですね。で政治にも乗り出してって、で当時はあれですよ、買収もそんなに法の目も厳しくなかったってこともあるけど、書き残してます彼らの側が。イギリスなんかもね選挙制度果たしたけど、選挙金だって、で金で戦うと彼らにかなうものはいないんです。でユダヤ人って最初その差別されてブロックされてたんだけど、結局金の力で簡単に言っちゃうと押し通しちゃって、もうイギリス国会も全部廃下に置いちゃうような感じでね。でそういうようなことをイギリスでもフランスでもやってったんですね。これ歴史的事実ですからね。で、一方ヨーロッパよりもアメリカが、そのアメリカ大陸ってものは経済的に繁栄していく、発展していくだろうと、将来ね、これを早くから目につけててロシアの時すごいですよね。1800〜1830年代からでアメリカに乗り出していって、でアメリカの金融とか産業も占めていったんですね。へえ。であんまり詳しく時間かけて話せないけど、一つだけエピソード話すと、そこで送った代理人っていうのは、ロシアの代理人っていうのはオーガスト・ベルモントっていう人がいて、この人もやり手なんですけど、いきなりイギリスからアメリカ行ったって、もうアメリカの社会で受け入れてくれないと、もう独立以来何十年も経ってるからね。でアメリカのメーカーと親戚になったんです。それはねペリー家って言いまして、どっから聞いたことありますでしょ、うん、ペリーね。ペリー、ああペリー、裏側の、そう、はい、裏側のマシューペリー、はい、ペリーの娘さんと結婚したんです、ロシア人の代理人が。へえ。ペリーはそれから数年後に日本に行って日本を開国させてるんですね。これ偶然の一致かもしれないけど、偶然の一致じゃないかもしれないと、ね、すごい。でペリーをお兄さんの方が有名で、ペリー兄弟って英雄だったんです、アメリカのメーカーでね、はい、そこと結びついてロシアの代理人が、そして、金融とか経済とか政治にも入ってって、民主党のね最高幹部になっていくんです。こっからですよ、もうロシア時計そっからですよ、もうアメリカ牛耳って、ね、すごいな。でもっと言うと、そのペリーの ひ孫さんの娘さんくらいかな、はあれですよ、グルー大使の夫妻なんです。グルー大使って戦前日本にね10年ぐらい大使やって、日本の開戦の歴史と切り離せない人なんだけども、そのアメリカ大使っていうのは、だから大使夫妻はたどるとそのペリーだし、ロシア人の成り人なんですね。ずっとこうつながってるわけ、歴史はね。ということでちょっと細かい話でしたけど、つながってるってことを言いたかったですね、はい、でロックフェラー、石油がアメリカで噴出して石油産業が発展して、でロックフェラー家っていうのをおそらくロシア時計が指導して、で急激に大きくなって、アメリカの石油の流通の9割、世界の石油の流通の7割を占めるものすごい、財閥になったわけですね。でこのロシア時計がロックフェラー家の財力も利用して世界戦略を打ち立てていくわけですね。で、ちょっと簡単に言っちゃいますと時間がないんで、ヨーロッパの中央銀行というのはロシアエドがほとんど出資していると思っていいんだけども、アメリカにも同じ中央銀行を作って FRB って言うんですけど、アメリカの中央銀行は政府 の公的な機関でも何でもなくて民間の銀行で、株主はロシアエドであったり出資者はねロックフェラー系であるんですけど、その中央銀行を作ってお金バンバン印刷して、ちょっと飛ばしますね、第一次大戦をね、まあ起こしてというか大きくして、で戦争で大儲けして、でその後さらにねグローバリズムを世界地球中に徹底するためにソ連を誕生させて、ソ連を大きくしてアメリカと競わせるとかね、それから大恐慌を起こして、大恐慌を起きれば大資本家がますます独占が大きくなりますからね、はい、でもその頃勃興してきたのがこういう動きに対してね、グローバリズム勢力に対して、そのナショナリズムっていうか、それぞれの国の国民の利益が大事だということを掲げてね、まあ、反ユダヤっていうこともヨーロッパでありましたけど、ドイツがねナチスドイツが勃興してきたとかね、それから日本は極東でね独自のその国を作りましたよね、うんうん、でこういった勢力から独立していくんだと、軍部を中心にね、
ということで一時その彼らの影響から抜けたのでこう白抜きになってるんですけども、結局戦争で負けてね、やっぱ多勢に無勢でね、で戦後もドイツもその日本 もうオレンジ色ですね、で塗られてると。で中国共産党も発生の時から彼らの傘下なんですけど、まあ、毛沢東が一時ね自力更生で彼らの影響力から抜けて白抜きになってるんですけども、ご存知のように小平以降ね、はい、大経済発展っていうのはその彼らが中国を手こ入れして、今のようなグローバル企業がいっぱい中国で出て中国が発展したということなんですね。で話したいのはここからなんですね。長くなったけど、まあ、いろんな戦争も起こして彼らを儲けてって、その20世紀っていうのは彼らにとって発展成熟期なんです。黄金時代なんです、うんね、19世紀で勃興してきて、いろんな立て付けを作って、20世紀はもう黄金時代、ね、で国際連合なんかもグローバリズムの大きな舞台ですしね、日本いじめられてますもんね、はい、で冷戦なんかも彼らがねベースを競わせてさらに大きく儲けてんだけど、21世紀になってヨーロッパの人もアメリカの人もさすがに気づいてくるわけですよ。何百200年もやられてるからね。で例えば大統領みたいな、フランスの今の大統領のマクロンなんてのはもうロシア銀行出身ですしね、はあ、もろですからね、はあ、そうなんですか、ね、アメリカの代々の大統領もね、トランプまで前はロックフェラーのあれですよ、系列の人がばかりですからね、閣僚もそうですね。でさすがに気づいてきたし、特に911ね、いろんな噂があって細かい話は今 しないですけど時間の関係で、911もおかしいと。大手マスコミって彼らの全部支配下にあるんですけど、大手マスコミが報じる911ってどうもおかしいとアメリカ人も気づいてきたわけです。だから世界各地で、それからソ連が崩壊後プーチンって言ってね、こういう人たちにグローバリズムに対抗する大統領が出てきたりで、ですから21世紀に入ってヨーロッパね、ヨーロッパとかアメリカでは反グローバリズム、グローバリズムっておかしいと、反グローバリズムの人たち国民たちが増えてきたんですね。でアメリカではそれが半分ぐらいになってトランプが当選したんです。でヨーロッパでも例えばイギリスでは半分ぐらいになって、そういう人たちがねこういうのおかしいっていう人が半分ぐらいになって EU から離脱したんですね。 EU も国家の主権を奪うものですからね。ということでフランスでも今増えてると。でも離脱、そういう有権者が増えきれてないのが一つがドイツね、それから日本、共通点は両方とも占領された国ってことですね。でまだまだそういう体質が残ってるところが日本を取り戻せないでいるわけですね、はい、で三橋先生さっきおっしゃったようにまだまだ日本っていうのはでも日本的信条を持ってる国民の人も多いけども、頭はねかなりその共産主義あるいはグローバリズムの赤とは言わないけどかなりピンク色になっちゃってね、心はまだ日本人にはたくさん持ってるけど、だけどもこの日本はまだまだ草刈り場になってるんです、グローバリズムの、うんね、彼はまだまだ日本を絞り取れると。逆ですよね、多分他の国々が難しいから最後の大きい市場ってことで来てるんじゃないですか。そういうこと、他の国は気づいちゃったから、はい、気づいちゃったから。いやいや、モンスタントのグリホサート見れば分かりますよ、他の国みんな禁止してるから日本で売りたいからここで規制緩和してんだから。水道もそうですよね。水道もそう。だ日本は今美味しいんです。美味しいんだ。で刈り取り人できたのがアトキスだということで、だから分かりやすいでしょ。分かりやすい。だから200年の歴史でここですよ。うわぁ、だけどもこれだけ理解してないとアトキンソンの背景わからないし、アトキンソンに対抗できないんです。できないですね。でアトキンソンっていうのは彼に悪いけど彼は全部頭入ってます、これことが。そうでしょうね。それはねオックスフォードとかあるいはその関係で習うはずです。だから違うんです、日本人は情報全くない中で。もう一つね、いわゆるそのディープステートって言葉があって、トランプ大統領がディープステートが敵だみたいなことを言ったので有名になりましたけど、まあ、これと絡んでるんでしょうけど、別にトランプ大統領だって支援受けてますよね。それね、ちょっとありがとうございます。今言い忘れた。トランプはね、これ言ってるから、はい、トランプとかトランプ陣営は敵はディープステートだって言ってますから。でもディープステートっておそらくね、直接的にアメリカを牛耳ってた税としたロックフェラー勢力を言ってるんです、はい、でトランプはビジネス上もロシア時に随分助けられてるんです。あ、そうなんですか、うん、でトランプ政権の閣僚、重要閣僚で交代になってない閣僚はロシア時なんです。ロス商務長官って80何歳かな、で、失われた20年で日本を買いまくった人ですよ。その人は商務長官で今、あ、この人もロシア銀行 NM ロシアイド商会って言って、それこそナポレオン戦争で儲けた会社の
最高幹部だった人、うん、まさに200年の歴史、ロシアへの200年の歴史を背負ってる人がトランプの重要閣僚なんです。ティラーソンさんなんかもそうですよね。でティラーソンはね、実はディープステート側だった。あっち側だったから切られた。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 切られた側。あとムニューシンはあれやっぱり、アトキンソンと一緒で、ゴールドマンサックスですよ。うん、ムニューシン、ユダヤ人でゴールドマンサックス。なるほど、ね、はい。それから、でロシアへとだからさっき言ったように、うん、ユダヤ人ね。この人ユダヤ王ですから、うん、はい、でクシュナーっていうスタッフ、ムコさん、トランプの、はい、あれユダヤ人ですからね。こっちと芸能つながりって噂ありますね。だからトランプ、三沢先生ご指摘いただいたように白塗りじゃなくてね、うん、薄い青になってるんですね。ここも日本人忘れちゃいけない、ね、トランプはアメリカ第一主義だからナショナリストであって日本の新生保守の味方だと思うのはもう間違いですからね。そういう入り方はしちゃいけない、うん、もちろん中国に対抗していくってことでタッグを組まなきゃいけないですし、私はトランプ政治家として評価してますけども、トランプは白馬の騎士みたいに言う人いますもんね、うんうんうん、要は国際金融資本から我々を守ってくれる人みたいなイメージじゃないです。そうそう、彼も国際金融資本なんですよね、その中で派閥があって、その敵がディープステートってだけだから派閥争いなんですかこれ。でもね、こんな単純なことでもう明らかなことをはっきり言うのは私と三橋先生しかいないでしょ。いない。私もそもそもあんま言わないもんね。あ、そうですね。怖いんじゃなくてもっとほら、いやもう敵はとりあえず財務省だっていうふうにやって、それ集中してるからだけど、敵が大きすぎて大きいの、どうすればいいのかわからないです、ま、大きくて見えないのね、だからまず見ることですね、知ることですね。まず知ること、だから歌作ってください。また難しいリクエスト。はい、頑張ります、まあ、その上でですね、はい、まあ、問題は菅内閣でこれを話したかったのは露骨だから、あいつら。そうか、これでさすがにわかるでしょうってことなんです。露骨オブラートないですね、うん、すごいですよ、うん、だから大体あれ小泉の時代から竹中が登場した頃からずっとこれやられてるんですよ我々は。まあ、ありえない、できないでしょうけど、全大手新聞の日刊紙にチラシこれ1枚入れるだけで日本変わると思いますね。あ、なるほど。でもその、うん、新聞社がねまた影響入ってますからね。ということでございまして、はい、まあ、まあ、手前の一番目の前の問題とその後ろの問題はこう基本的につながってるってことをご理解いただいた上 でじゃあこれどうするんですかって言われても、いやこれ、ね、なんか300年ぐらい続いてるんだからこれからも続くんだよ多分。その上で少しでも日本国民の国を取り戻すっていうためには、まず本当典型的な内閣できたから、ちょっと実は喜んでるんです私、うん、菅アトキンソン内閣に。分かりやすいから。はい、ということで事実を知った上でそれで直すべきところを直していこうというね、そういう政治的なことをやらなくちゃいけないのかなと。あとはまあ真面目な話、まあ、そのドイツのための選択肢とか国民戦線的とは言わないけど、日本国民の党っていうのはやっぱ必要ですよね。本当ですね、はい、それが多分、まあ、また安倍さんが戻ってきたらそれ塞がれちゃうような気もするんだけど、三沢先生吹き出してください。いや一人の話じゃないからこういう流れができないとどうにもならない、ね、逆に自民党の議員って流れができたら平気で乗ってくると思いますよ、うん、ああそう、はい、当選するんだったらそっちに乗るでしょ、はい、今落選するでしょ、グローバリズムに逆らうと。そうなんです、はい、この状況を変えなくちゃいけないということで、結局だから我々国民の問題だなっていうところにやっぱり知らしめないといけない、ね、そうですね、はい、歌作ってください。はい、頑張ります。はい、まあ、何か歌作るかどうか分かりませんけれども、まあ、いろいろと、見えてきたものがあったんではないでしょうか。林先生、この度は大変ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ本番始めさせていただきます。5秒前4 32東京本間門教室という番組をですね、東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど、番組をさせていただくことになりました。いわゆるフェイク、デマ、嘘、そういったものがもういっぱいはびこってるっていうのはもうよくご存知じゃないかなと思います。まがいもんばっかりの世の中の中で、本間の情報はこれなんやと、ほんまの考え方こうなんやと、ほんまに日本要するんやこうすんのが必要なんやっちゅう話をですね、地上波のテレビでほんまもんを提供していくと、各週で、週1時間、日曜日の午後7時ですから、かなりいい時間帯ですよね。絶対に面白い番組をほんまもんを一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか。
重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのか、そのようなことを解説した書籍が三橋貴明の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。